こんにちは。日本の皇室関連ニュースをお届けするチャンネルです。皇室の活動や重要なイベント、日常生活に関する話題を扱います。ご視聴いただきありがとうございます。さて、民間から初の皇太子費いつから皇室は私利私欲に走るようになったのでしょうか。お手振りで多額のご車代が払われたり、親族が財団法人の理事になったり、 結婚詐欺や公金横領をしても逮捕されなかったり、信じられないような事態が続いています。このような皇室の異常事態は、平成時代になって初めて生まれました。なぜ皇室は堕落したのでしょうかその元凶は誰なのか黒幕は誰なのかそれはズバリ道子様にたなりません。元区内庁職員の佐川良子さんは次のように道子様を表します。道子様はサイコパス気質のある方でした。 初の民間出身の交代指揮でしたから、様々なプレッシャーがあったのだと思います。その反動からでしょうか。自分より立場の弱い職員たちに対しては非常に辛辣でした。元区内庁職員、佐川良子さん。確かに道子様は皇室にとって異質な存在でした。それまで、お非候補、和旧皇族、旧家族から選ばれるのが当然とされていたため、 当時の皇室秩序から大きな反発があったことが、様々な資料から確認されます。昭和天皇の自従を50年以上に渡り務めたゆえ、イリエスケマサ氏の日記からは当時の宮中の様子が国名に記されています。東宮様のご縁談について平民からとは怪しからんというようなことで皇后様が聖図君様と吉久君様を呼んでお訴えになったよし、この夏ご天場でも聖図。 吉久に松平信子という顔ぶれで田島さんに同じ趣旨のことを言われた吉、高淳皇后、秩父の宮妃雪子様、高松の宮妃久子様、そして定名皇后に仕えていたことで皇室内で強力な発言力を持っていた松平信子氏が中核となり、道子様の皇室入りに反対姿勢を取っていたことは有名な話です。しかし、昭和天皇の理解が後押しとなり、 次第に表立っての批判はなくなっていったそうです。天皇の側近中の側近であったイリエスケ政は当初、日記の中で道子様をベタ褒めし、道子様が次第に皇室内での地位を確立していった様子がうかがえます。三時前に出てくる木、田畑良君と五反田の小田会へ行く。質素な家だし、みんな立派な言い方である。道子さん、綺麗でそして立派である。記者会見。 この時の道子さんの立派さは忘れられない。16日に道子さんもこう得てお文庫で思い押しになったらと女官庁を通じて申し出たが早すぎるとのことでダメ。何が早すぎるのか全然わからない。お召しだったというので相撲が済んでから午前に出たら道子さんのことについて非常にご期待になっていることをいろいろお世話になる。昼はデンマーク。コロンビア。インド各大使のご媒食。東宮妃殿下初めてお出しになり。 コロンビア大使と非常によくお話になってイラつし合ったよし、入江自重は、道子様を婚約内定前からサポートし、お非教育にも大きく関与していた人物です。このようなベタボメ体質が、道子様を増長させてしまったのかもしれませんね。苦労の多い東宮時代。さて、平成皇室においてもう一つの大きな変化は、皇室報道に関する介入の仕方です。 その象徴となる出来事が、いわゆる、道子様失語症事件なのではないでしょうか。ことは、宝島三0平成5年8月号に、皇室の危機、菊のカーテンの内側からの証言として、宮内庁職員、大内忠氏、という人物の記事が掲載されたことに端を発します。この告発の中で、大内氏は平成皇室、とりわけ道子様について、 過ビな生活を好み、キリスト教に神話性が高く、皇室になじまない、と痛烈に批判。これに大変なショックを感じられた道子様は声を失い数ヶ月間公務から遠ざかり、宮内庁に抗議文を発表させるという事態になりました。もちろん、人心の批判を放置して黙っている道子様ではありません。道子様は、同年10月のお誕生日に、 以下のように報道機関への良識を問うかのようなコメントを発表し、加熱するバッシングを一掃しました。どのような批判も自分を顧り見るよすがとして耳を傾けねばと思います。今までに私の配慮が十分でなかったり、どのようなことでも私の言葉が人を傷つけておりましたら許していただきたいと思います。しかし事実でない報道には大きな悲しみと戸惑いを覚えます。 批判の許されない社会であってはなりませんが、事実に基づかない批判が繰り返し許される社会であってほしくはありません。いくつかの事例についてだけでも、関係者の説明がなされ、人々の納得を得られれば幸せに思います。これ以後、道子様賛美の週刊誌、書籍が皇室関連書籍の大半を占めるようになりました。近代皇室の歴史において、 皇后が直接メディアへの反省を促すような動きをしたことはなかったため、一部では道子様を、にょて、などと呼ぶ職員も現れたのです。道子様を褒めないと左遷されるというような風潮が宮内庁内にはありました。何を決定するにも道子様にお伺いを立てていましたね。元宮内庁職員、佐川良子さん。道子様、自愛、の姿。これまでの皇后にはなかった大胆不敵な動きをされた道子様。 民間から初めて受代し、肩身の狭い苦しい時代を過ごされたことが、このような反骨心につながったのかもしれません。道子様の皇室内での変化のきっかけは何だったのだろうか。先での、イリエスケマサ日記を読むと、そこに手がかりとなる出来事が記されています。吉久君様から電話。9時過ぎに出勤。9時40分から10時過ぎまで歌。歌。 お見てくれというのが本能だが、あと東宮被殿下のことなどあらゆることいつもの通り、このままでは皇室は滅びるだけだ、と言ってあげる。この日記では、半道子様の中核であった菊子様が、道子様が原因で皇室が滅びると嘆いている様子が綴られています。何が起きたのかまでは記録されていませんが、様々ないじめがあったのではないかと推測させられます。さらに、 過激な記述も残されています。入江自重は、連日のように道子様への怒りを吐露する心情を記しています。自長から東宮妃が世の書くものについて恨んでイラつしやるから当分内定のことについては書かない方が無難と長官が言ったよし、呆れたことである。3月22日、中略、東宮妃の運晴れたこと繰り返し考えるが誠に不愉快である。 それにさらに仮に騒運晴れたとしてもそのことが当の世の耳に届くというようなこと昔の側近にはあり得ないことである。中略。また東宮妃のことが不愉快に思い出される。入江自重は週刊誌に寄稿することも多くあったので、おそらく著作のいずれかが道子様の激鈴に触れたのだと考えられます。このように、道子様はまだ新米の皇太子妃であった頃から、 懇意であったエ自重とも衝突するような価値基さを持ち合わせていたようだ。内部からの改革を推し進められ、当然皇族方からの反発も多かったのでしょう。慈愛に満ちた開かれた皇室の印象が強い平成時代。しかしそのイメージを守るために、道子様は長年にわたり皇室内部やメディアとの調和に苦しんでこられたのかもしれません。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 コ知チ一様の記事、国民の声を心なき誹望として非難し、その一方、道子様を絶賛し、深く傷つかれ、嘔吐に耐え続けながらも、道子様は新皇后を思いやり続けていたのだ、と締めくくっている。国民の非難の声を塞ごうし、権威側を称賛するという構造。本来ならば国民の声を取り上げ、権威側を批判するのがメディアの本会ではないのだろうか。 雅子様のオランダ療養に対し心ないコメントを言ったことや、皇居から引っ越しが終わっていないことは事実であるから、国民がこのように思うのは当然のことだ。にもかかわらず、美智子様を絶賛し続けるという異常な構造は、令和になっても一向に衰えることはない。寄せられた投稿一つ、昭和天皇が亡くなった後、JKG が皇順皇後,后を追い出そうとしたけど、 いくらなんでもそれはひどすぎると今上皇が意見した。戸町従えが日記に書いてた記事を読んだ覚えがあります。庄内様が身の危険を感じ、退かれて一年が経つ。道子さんは未だに元気で豪険の持ち主だ。恐ろしい、長い歴史から生まれたその国の体質のようなものは、なかなか変わらないと思う。皇室を廃したら、頼もっと醜悪な。 習近平の個人崇拝のようなものが取って変わる恐れがある。現に安倍元首相はその危険性があったと思う。もしそのような新しい皇室っぽいものができた場合、法の整備が追いつかず、法に規制されない恐ろしい代物になる可能性が高い。やはり年の宮様に皇太子になっていただきたい。精神女子大学の成績では、えもいくつかありましたが、 B も C もあり優秀とはほど遠い成績。強いて言えば、中の上でしょうか。総大はその当時生徒会長をしていたためで、成績優秀者がなる通説はなかったようで、学生時代から非常に気の強さがあり、何事も一番出ない時のすまないところがあったようです。今日の皇室においての雅子皇后陛下のハイステックなキャリアに負けたことによる、嫉妬が渦巻き同類の機構巻き込みいじめに走ったことは、 学生時代からその片鱗がありました。独身時代は夜な夜なパーティーに繰り出し、ダンスホールでお遊びも盛んでした。なぜその独身時代、秋人皇太子がどうしても日に迎えたいと言っても、当時は戦後まだ12、13年しか経っていない昭和32、33年頃です。道子城はいくらお金持ちになったとはいえ、その当時は女性は花嫁修行させられ、行けばな、お裁縫、 お茶を立てるという習い事を親から強いられていた時代です。そのお稽古事よりもダンスホールに通い詰め、道子城が男の方とダンスする写真もありましたね。男の方にタバコに火をつける写真も残ってます。要は、遊び人であったということでしょうか。自由人を謳歌していたのでしょう。こうして振り返ってみると、出自も皇室へ上がれるような女性ではなかったのです。みてこさん、民間からということで、 差別を利用して、好き放題、メーガンも黒人ということを利用して、言いたい放題、鬼子さんも川柳譲りの人権で、やりたい放題、最終的には、本当は、人間性の問題なんだけど、経験問題からラスボスが、誰か、分かってきましたね。G9 が、送り込んだ皇室を破滅させるための工作員とか、誘説も、 安礼さんの息子、鬼子、孫、それが、連れてきた経験。バカすぎて、悪だくみ、バレちゃった。さっさとあちらにどうぞ。キリスト教にも地獄は、ありますから、エロチャブも責任大である。このボンクラは何を考えて生きてきたのだろう。天皇でありながらお祈り嫌い。当時の皇太子に任せて自分は皿と全国を手ぶりやんや。 福岡のホテルでは、当然のように料金を踏み倒した。無駄な人生ならまだしも、皇室を汚し、国民に迷惑をかけ、負担を敷いた。平成4人組がやらかした数々の悪事は絶対に忘れてはいけないし、語り継がれていくべきだと思う。私も記録をつけておいて、死んだ後も後世に残しておこうと思う。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。 皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。また、もしよろしければ、評価もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。